今日はですね、セローのオイル交換ですね。セローはね、1.2 リッターのオイルが必要になってきます。今から交換したいと思います。はい、使うオイルはこちらですね。ヤマルーブのスタンダード、これを使います。これは 10W の40ですね。一応ね、2本用意しております。まずはね、こちらスキッドプレード、これを外していきたいと思います。こちらボルトね、合計4本で止まっております。ソケットはね 10mm、 こちらの方で外していきます。はい、これね、ボルト4本を外しました。でそのね、スキッドプレートの裏にね、カラーが入っております。これもね、4つありますんでね、これなくさないように。はい、それと必要になってくるのはこれですね、ハイユーボックス、これをね、下にセットしていきたいと思います。はい、ではね、こんな感じでドレインに下に行きます。こういう感じですね。で、今からドレインボルトを外していきます。はい、でここですね、ここにドレインボルトがありますんでね、 12mm のソケットで外したいと思います。ください、真っ黒けです。このままでね、まだずっと流れ落ちてますんで、しばらく放置です。それからね、伝え忘れたことは、オイル交換する前にエンジンかけてアイドリング1分から2分ぐらい、ちょっとね、中のオイルを温めるような感じにしていただければいいかと思います。はい、だいたいね、油の方落ちきったかなと。まあ、ちょっとね、しずくがポタポタと落ちてるんですけども、もうだいたい出尽くしたかなっていう感じなんですけどね。ちょっとね、ドレインをティッシュで今拭いております。でね、これでボルト締めたいと思います。ドレインボルトもね、しっかりとゴミがついてないように拭き上げて、締めていただくと。手締めが終わると、これももう勘ですよね。これネジ切ってしまえばえらいことになるんで、本当はね、トルクレンチを持ってれば一番いいんですけど、そんな高価なもの持ってないんでね。とまあこんな感じですね。これで一応ね、オイルは抜け切りました。
今ね、セローの中のオイルは全部抜き切りました。ゼロですね。で、次はこれに新しいオイルを補充します。こちらが給油口ですね。これを開けたいと思います。はい、ではこちらのボルトですね、こちらは14ミリですので14ミリをはめます。でここからねオイルを注ぎ込んでいきます。はい、ではこちらですね、200ミリとこちら皿1リッター入ってますんでね、これと200ミリを入れたいと思います。よし、ではここですね200ミリ入れたいと思います。大体200ミリこれで入っております。では今から注ぎ込んでいきたいと思います。はい、まずは200ミリ入れました。あと1リッターを入れると規定ということになりますね。長いことねオイル交換してなかったんで、どれぐらい掘ってたかっていうとね、気づいたら5000キロ走ってました。ちょっとほったらかしすぎましたね。だいたいね今までは3000キロから4000キロまでですね、でオイル交換しとったんですけどね、サボりすぎたなと思います。ではね、規定の 1.2 リッター入れさせていただいたので締めたいと思いますが、その前にこのねボルトしっかりゴミがついてないか確認してください。ゴミがついてるとねネジ山潰す場合があります。それだけ気をつけてください。では始めます。はい、閉まりました。でオイルを交換したらエンジンをかけてしばらくアイドリングします。まあ、これもね1分か2分程度でいいと思います。はい、エンジンを軽くね回しました。オイルも馴染んだかなと思いますので、こちらですねオイルレベルをここで見ますので、ここで規定通り入ってるかどうかを確認したいと思います。だいたいいけてるかな。アッパーとローのちょうど中間ぐらいですね。ちょっとアッパーよりかな。まあこれで十分いけるでしょう。まあマニュアル通りね入れとけば間違いないです。オイル交換は簡単な作業ですんでね、できれば自分でやった方が安上がりです。ということでね、今回はオイル交換編でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。